こんにちは、スパコです。今回は9月の23日まで行っている成城石井の決算セール第2弾に行ってきました。購入品の紹介をしようと思います。ぜひ最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです。ではどうぞ。まずはボルググレーブのバターリングクッキー600円です。このセールで初めて購入したんですが、予想以上に美味しかったので紹介させていただきます。ドイツ産のクッキーで、ドイツ産の小麦とオランダ産のバターと卵を使用しています。バターが 32% 入ったクッキーです。400g 入ったクッキーということもあって、結構ずっしりした重さがあります。袋を開けた瞬間からバターの芳醇な香りが広がっていきます。全部で20枚入っていて、1つのサイズが直径6センチと結構大きめです。クッキーはサクサク、ホロホロの癖になる食感。味はバターの風味が強く、しっかり甘めのバタークッキーです。濃厚なバタークッキーが食べたい時にはこれがぴったり。温かいコーヒーや紅茶にも合うと思います。個人的に輸入のお菓子って当たり外れが激しいなって思うんですが、これは当たりだなと思ったクッキーでした。次は新商品の成城石井オリジナルの燻製ピスタチオ990円です。岩手県産の桜チップを用いて丁寧にスモークした商品です。普通のピスタチオとは違って、燻製ならではの甘みと香りを楽しむことができます。こちらも袋を開けた瞬間から燻製のいい香りがしました。低温でナッツにダメージを与えないようにゆっくりと時間をかけて燻製しているそうです。燻製の香りがすっごくよくって、塩気は薄味でとっても美味しいです。この塩気があることで、より燻製を引き立てている気がします。ピスタチオ自体もコクがあって美味しかったです。次は成城石井オリジナルのチャイチョコレート、900円です。去年の冬に発売されたチョコレートで、チャイチョコレートの他に紅茶チョコレートがあります。以前はこの紅茶チョコレートを食べて美味しかったので、今回はチャイチョコレートを買ってみました。原材料に紅茶パウダーと記載があるんですが、これは紅茶エキスや香料ではなく、この紅茶の茶葉をパウダーにして使っているのがポイントです。中は一口サイズのチョコレートが37個入っていました。チョコレートは柔らかくて滑らかで、口どけがとてもいいです。ミルクチョコレートのようなしっかり甘めのチョコレートで、アッサムの紅茶とシナモンのスパイシーな香りがして、まさにミルクチャイのようなチョコレートです。紅茶パウダーが入っているだけあって、しっかりと紅茶の風味を感じました。そのまま食べても美味しいですが、ホットミルクやホットカフェラテにチョコレートを入れるとチャイの風味が漂って、また違った楽しみ方ができました。次はセールでお安くなっていた成城石井オリジナルのアンティバストミスト899円です。プロシュートとミラノサラミとコッパの3種類が入っています。
こちらがミラノサラミで、イタリアで最も一般的なサラミです。細かくひいた豚肉が使われていて、米粒大の脂肪が霜降りになっているのが特徴です。その奥にあるのがコッパです。コッパは豚の肩ロース部分を熟成させた生ハムのことです。噛めば噛むほど旨味が増して、食欲をそそるような風味がします。そしてこちらがプロシュートです。イタリアの燻製しない生ハムのことを指していて、豚のもも肉を塩漬けにした後、乾燥したところに吊るし熟成させた肉のことを言います。そのままおつまみでも美味しいですが、今回はクロワッサンを使ってクロワッサンサンドを作りました。クロワッサンは半分にカットしてトースターで焼いていきます。そしてマスタードがあれば、マスタードをクロワッサンに塗ります。なければマヨネーズでも美味しいです。家にあるサラダ葉っぱを1枚乗せて、好きなハムを選んで乗せます。とっても簡単でシンプルなんですけど、味はものすごく美味しくって大好きです。家にチーズがあるならば、チーズと合わせても最高です。今回はブリーチーズと生ハムを合わせました。生ハムはすっごい立派な大きさで、ちょっとちぎって挟みました。生ハムは塩辛いので、塩はかけず胡椒だけかけて出来上がりです。久々にこういった生ハムやサラダを食べたんですが、とても簡単で美味しかったです。このアンティパストミスト、もし買われた方がいらっしゃったら、ぜひこのクロワッサンサンドはおすすめなので、試してみてほしいなと思いました。次はマダマオリバのグリーンオリーブ 250g で559円です。実は今倍の 500g のサイズで600円というセールをやっています。なので1円しか変わらないのに量が2倍入っているっていうサイズがあるので、そちらの方がお得になっています。今回は食べきれないなと思ったので、小さなサイズを買いました。個人的に海外のオリーブだと、このマダマオリバのオリーブが一番美味しいなと思っています。塩気がさっぱりしていて癖がなく食べやすいです。オリーブのフレッシュ感もあってコクもあります。これは種ありタイプのオリーブなので、食べにくさはありますが、種があった方が味の劣化も少なく美味しく食べられるので、いつも種ありを買います。オリーブは9月頃に収穫されて、10月頃に新物が出回ります。その時期になると成城石井に小豆島産の国産のオリーブが出るんですが、それもすごく美味しいです。このマダマオリバのオリーブも小豆島さんのオリーブもどちらも美味しいんですが、でも味は違うので食べ比べてみても面白いかもしれません。次は
新商品の成城石井でしか3種のキノコのクリームソース白トリュフ味299円です。新商品のパスタソースは全部で3種類出ていて、他にもアラビアータやトマト煮込みソースが出ていました。このソースは3種のキノコ、エリンギ、ブナシメジ、マッシュルームにベーコンを加え、白トリュフオイルを香り付けしたものです。そこに生クリームや牛乳、バターを使ったソースを合わせ、濃厚なクリームソースに仕上げています。袋を開けると白トリュフオイルの香りがレトルトとは思えないくらいいい香りがしてきました。具材もたっぷり入っていてとっても贅沢です。正直レトルトのパスタソースってパッケージのこの絵と比べると全然違うっていうのが普通だと思っていたんですが、これは結構絵と似てるなって思いました。それくらい具材もたっぷりで濃厚なソースです。脂肪分 47% の生クリームということもあって、生クリームのコクをしっかり感じました。さすが成城石井のデシカシリーズだなと思いました。本当にレトルトとは思えないくらい美味しかったです。他のフレーバーも試してみたいなと思いました。最後は文旦堂の長崎カステラ550円です。セール品ではないんですが、セールのチラシに載っていて初めて見かけたので購入してみました。カステラがすでにカットされた状態で入っています。カステラの底には少ないですがザラメが入っています。カステラはしっとりを通り越してもっちり贅沢な感じがします。舌に美味しさが残りやすいです。やや甘めのカステラで後を引く甘さ。成城石井の御三焼きカステラと比べると卵感は少ないですが、しっとりもっちり感はこちらが強めだと思います。好みはあるかと思いますが、これはこれで美味しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったよっていう方はいいね、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。